はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病という生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、食べるだけで脂肪が燃焼する効果がある食べ物があるんやったら食べたいですよね。まあ、ダイエット中の、ね、人にとってこんな嬉しい話はねないですよね。まあそのね、脂肪燃焼効果がある食材としてアボカドや、ココナッツオイルですね、あとアーモンドや鮭なんか鮭なんかな、大阪の人だったら鮭って言うんですけど、さまざまなね食材が挙げられてたりしますけどもね、その脂肪燃焼レシピとかね、脂肪燃焼スープなどが紹介されているのをねよく耳にします。しかし残念ながらですね、その栄養学において、脂肪燃焼効果がある食材というものはねありません、ないんです。通常脂肪燃焼、脂肪を燃やすという概念が出てくるので、この運動なんですよ。でそうその運動といえばですね、チャリ活に最近ではね、ウザ手伏せを追加してるんですけども、そのね、ウザ手伏せが10回やって1時間上げてまた10回っていう風にやってたんですけども、先日20回やってみたらできました。気持ちよかったですね。すごい。できへんかったことができるようになったらね、めっちゃ気持ちいいですね。運動の話に戻すんですけども、その運動することでそのエネルギーを使ってね、そのエネルギー源っていうのはその糖質、炭水化物ね、タンパク質でしょ、あと脂質か、ね、そのいずれかになります、そのため脂肪がエネルギー源となっている場合は、運動によって脂肪燃焼できるという言い方はできるかもしれません。ですので食べて脂肪を燃やしたいとね考えているダイエット中の方はね、少し遠回りに感じられるかもしれませんが、脂肪を燃焼させることができる筋肉を発達させる栄養素を多く含む食材を意識的に摂ることがね、長期に見てより確実なこの脂肪燃焼効果につながると考えて良いかと思います。なので結局ね、運動なんですよ、運動ね。ほんでその運動と言いますかね、人間が生活する上でですよ、肉体を動かすためにですね、炭水化物、タンパク質、脂質がね、いります。でその中でも脂肪を燃焼することができる筋肉をね、キュンと筋肉をね発達させる栄養素というのがね、タンパク質ですね。タンパク質といえばその肉でしょ、魚でしょ、卵、お豆腐ですね。お肉はね、脂身のない方がいいですね。脂が少なかったらね、僕みたいな口の人やったら、硬くて食べにくい人やったらね、それなりに食べれる、ね、ちょっと脂がこうしっとり感じれるようなお肉にしておきましょう。そのタンパク質もね大事ですけど、筋肉っていうのはね、さまざまな栄養素がこう絡み合ってできているので、結局栄養のバランスを考えた食事をとることが、実は最も脂肪燃焼効果がある食事だということになります。なのでお野菜も食べてください。人のことは言えませんけども、お野菜食べてくださいね。このほんでやっぱりね、その健康的な食生活と、こまめな運動を続けることがね、脂肪燃焼のね近道になります。その運動というとね、こう身構えてしまう方はね、少なくはないと思いますけども、一般の方にとっての運動はですね、このスポーツウェアを着て、ジャージをね着て、しっかり着て、その活動することだけではねありません。その通勤途中のね、駅の乗り換えや電車の乗り換えとかね、仕事中の書類を受け渡しに行くための移動、歩いて移動するとかっていうのも軽い運動に含まれます。僕のようにこのチャリ活もね運動やと思ってます。
まあ、こういったね日々の活動、日常の活動のね動きはですよ、毎日のことなのでね、大した運動にならないとはね、侮ってはいけません。そしてね、健康的な食生活でなるべくこまめにね動いて、しっかり筋肉をつけることが楽しく長続きできるダイエットに、ね、なるのではないかと思います。まあここまで話しましたけども、それができたら苦労しないんですけどね。まあね、やっぱりね、毎日のね少しずつの積み重ねでね、体重が減ってきて血圧も正常に戻ってくるもんだと思ってます。ね、皆様も毎日少しずつ小さなことをね積み重ねていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。